おはようございます。おはようございます。ちょっと2人を集めたんです。打ちっぱなしだらけ。そうですね、ちょっと怪しいところに呼び出されて。今日本で一番熱いスポーツといえば野球ですね。まあ確かにね、開幕しますからね。今オープンスやってて、ただそれ以外にもまだ熱い競技あるんですよ。サッカー。もう J リーグ開幕してね、 J1、J2、J3 ともにこの熱い戦い繰り広げられていますが、それ以外にも熱い競技ありまして、空手も熱いです。空手も熱いんですが、最近久しぶりにこのワールドカップ出場を決めた競技といえば何ですか？なんか来た。最近ワールドカップを決めた競技、バスケじゃないですか。バスケット。見てないんですか？ファジーカスとか見てない？見てない。どうした？今バスケ熱いよね今。バスケが一番熱いですね。Bリーグも今シーズン中で。はい、ちょっとなんか注目の選手とかもしいれば。今はその京都の京都ハンナリーズっていうところの伊藤達也選手がすごいうまいな。どういうところが熱い？いやパスセンスとスピードがすごいあるんで。なるほど。ということで、実はこれ上向けてみると今日は。バスケット久しぶりです。で、まあ、この塚田教官が指導してくれるんで、ぜひねバスケの魅力というのをね、この2人に教えてあげてください。わかりました。そしてバスケットこれから熱いんで世に広められる、そんなタレントになりましょう。頑張りましょう。頑張ります。対決してもらいます。2人今回も負ける気がしない。今回もね、ここで負けると、もうやばいよ。私もう何もいいところなくなっちゃいますね。勝ちたい。そんなほのかに負ける？いや、負けないですね。ちょっと待って。バスケットの基本のドリブルです。おお。日本でドリブルといえば、ドリブラーといえば誰なんですか今？それこそ富樫勇樹選手。熱いよね。あ、もうドリブルがうまいですね。うまい。ジグザグに通って折り返して戻ってくるスピードを競います。スピード？そうなんです。瞬発力も大事ってことです。大事ですよ。ああ、バラエティでも大事ですね。ですね、小野川さん、分かってますね。まあ曲がるときにちゃんとボールをこう。まあ逃がさないようにというか、こうターンするときとかにボールがどっか行っちゃうんで、そういうところを気をつければスピードが出るんじゃないかなと。スピード出る。今の説明で分かったかな？分かりました。かっこつけてます。かっこつけてます。いけるぜ。よーい、だっ。これがドリブル。なってる。8秒43。そしてレイアップもいらない、レイアップも決めた。今の。一歩が大きい。しかも両手使ってたから。そう。プロ。かっこいいね。位置づいて、よーい、だ。早いじゃん、ほら、早いじゃん、おい、どうだ。小野川さん、記録。9秒78。どうですか、9秒78の塚田どう？いや、早かったと思います。私はもう片手一本で頑張りました。女手一つでみたいな感じですね、これはね。位置について、よーい、ドン。さあ、どうだ？さあ、清水どうだ？ 19秒 06! 遅すぎですよ。なんで4手使いました。いや遅いね。どうだった塚田今の。いやでも遅かったです。遅いですか。全体的にスピード感が全くないよね。私的には結構スピード感出てるつもり。全く感じないよね。清水見て。あ、そうですね。まず第一歩走り出した瞬間から、あ、遅いなって思いました。一歩目で決まりました。ババアだなと。はい、ババアじゃない。しかも両手なんか塚田さんの両手はこういう両手でかっこいいなと思ったんですけど、清水ちゃんの場合こういう両手だから、ババ臭いなって思いました。ババ臭いよね。清水いくつよ。19です。19歳のドリブルじゃなかったよね本当。なかったですか。ちょっといいところが全くないんですけど。ちょっと悲しいです。はい、次の競技でね、はい、なんとかリベンジしてもらえればと思いますんで、ぜひ、はい、頑張りましょう。はい。楽しかったよね、このクライムね。これ痛かったな。いや、本当に痛かったですね。おら。ああ、サルテちゃんで見てるのか。はい。楽しかったな。楽しかったです。懐かしい。あれ？お前ら俺チャンネル登録してんじゃねえかよ。本当だ。してねえなお前ら。お仕置きだなお前ら。どこ押せばいいんですか。どうしてですか。赤いこのチャンネル登録ってとこポチッと押すんだよ。あ、ここか。うん。ポチ。あー、できた。登録。あー、できた。何やってんだよ。もったいないな。チャンネル登録しろよ。はい、しました。視聴者の皆さんもなこれやってもらわないと困るよな。あ、やってほしい。みんなもチャンネル登録お願いします。しないとお仕置きだぞ。目拭いて。グダグダだな。ハーモニーチャンネルをご覧の皆さんこんにちは。こんにちは。川島です。川島です。第113回サメキタチャンネル始まりました。始まりました。このチャンネルではハーモニープロモーションのタレントの告知情報と我々マネージャーサメ島と北島の個人的意見感想をお届けいたします。はい、テイク2いけましたね、今回。まあ、今回、お知らせしたいことといえばですね、10月ぐらいから行ってまいりました、チャンネル登録者数がようやく1000人を突破いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。4月ね、このまあ、年度末までに、世の中で年度末までに1000人を超えてね、よかった。次の目標は5000人ですかね。いやいや。いや、それ一人一人というのはわかりますよ。いや、1001も超えてるんですよ。1002も超えてます。1003 いいです。5001万をね、目標にやってまいりたいと思いますので。橋本まなみです、はい、3月23日と24日、はい、テレビ東京2つの祖国に出演いたします。失礼します。これいやこれドラマです。ね、テレビ東京開局55周年記念ドラマですよ。55周年。いやこれがキャストが豪華で、また小栗旬さん、多部未華子さん、中里依紗さんとかね、池田エライザさんとかね、ムロツヨシさんとか、これが豪華ですよ。ここにね、橋本も記念のね、55周年記念のね、このドラマにバンとね、テレビ東京さんこれかなり力入れてましたからね。ぜひね、これご覧いただいて、まあね、結構内容としてはね、まあ戦争時代の、話になりまして、まあちょっとディープな社会派ドラマではあるので、まあそのね、ちょっと重厚なね、ドラマにね、どう橋本とかね、こうやってるのが楽しみですよ。ぜひご覧いただければと思います。ほのかです。はい。3月23日、はい、今 TV。男のトリセツに出演いたします。男のトリセツということなんですが、はい、鮫島さんどうですか。トリセツ、鮫島さんと接する上で、まあ例えば街中で見つけた時とか、こういうことをしてくれると嬉しいなみたいな、ちょっと視聴者の皆さんは。いやもうないです。あ、本当ですか。失礼しました。で、男のトリセツということなんですが、どうでしょう。トリセツいい歌でしたね。ちょっと歌は関係ないんですけど、これからもどうぞよろしくねと言わんばかりのね。出ました、言わんばかり。他の皆さんね、これからもどうぞよろしくね。あ、そういうことね。では今週以上です。はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあねー。これからもどうぞよろしくね。